皆さん、こんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。今日はですね、この間も動画に出演していただいた、竹村さんという方に、つなげて、日本にいらっしゃるんですけども、つないで発信しています。竹村さんは最近までラボにいらっしゃったんですけども、日本に先日チャーター便で帰られまして、その様子を伺えればと思って、今日はつないでます。竹村さん、こんばんは。こんばんは。どうも、先日はありがとうございました。そしいやて、いや、こちら。お疲れ、あれ？お疲れ様でした。ありがとうございました。大変でしたか？緊張感のあるフライトでしたね。あ、そうですか。はい。ね、じゃあ、まあ、ちょっとそれを中心に今日はお話をしてもらえればと思うんで、まず、あれですよね、ダバオから帰ろうと思ったフライトが、キャンセルされたんですよね。そうですね。もともとは3月19日にダバオからマニラに飛んで、マニラから成田に帰る予定でした。はいはい。それが、パルから連絡があって、キャンセルされたと。そうですね。で、そで、の、翌日にリブックしてくださいという案内でしたので、チケットの変更ですね。なので、ちょっと発表された翌日とかだったので、空港職員の方も、どうなるのかっていうのが全くわからない中でしたので、一旦発表されている段階では、4月16日まで国内線が飛びませんと。そのちょっと前の4月12日ぐらいには、セブから日本へは飛ぶはずなんですけど、やはりダブにいると国内線を利用してセブまたはマニラに入らなければ国際線で日本に入れませんので、そうです国内ね。線が入ってる4月16日まで待つ必要があるということで、4月17日で、リブックかけました。そうですよね。はい。で、17日にリブックかけていったところで、まず観光、フィリピンの観光省が、もし帰りたい人がいたら登録すれば、チャーター便飛ばせるかもしれないというので、登録してくださいということで、登録されたんですよね、竹村。そうですね。なので、当時としましては、コロナが落ち着けば、もしかしたら早めの解除になる、または、落ち着かなければ伸びる可能性もあるという、この2本のこのルートがありましたので、やはり様子を見て決断しようというのが当時の心境でしたね。なるほど、なるほど。まあ、そはい。れで、まあ、様子もだんだん厳しくなってきて、あれですよね、途中からというか、観光省の、1日か2日後ぐらいに、総領事館からも連絡が、まあ、これは総領事館のホームページとか、在留邦人に出している緊急メールですけども、もし観光省にそういう連絡出している人は、総領事館の方にも連絡してくださいということで、連絡あったんで、総領事館の方にも登録されてたんですよね、竹村さそうですね。あと加えて、やはりフィリピン全体的に緊張感が走っている状況でしたので、いわゆるいろんなこう情報をキャッチした人が SNS 等を使って拡散している時期でもありましたので、そうですね。ロックダウンがどうなるのか、今後どうなるのかっていうのも含めて、かなり頻繁に SNS はチェックしていました。だから、チェックしていた人が、なんとかラッキーなことに、臨時便を見つけれる環境ではあったのかなとは思います。同時に世界的に、例えばヨーロッパでロックダウンが始まりそうとか、こう、フィリピン以外の情報も常に入ってきている状態だったので、いつもより頻繁に SNS はチェックしていたと思いますね。そうですね。実際、その便のことを知らずに、まだダボに残ってる人もいますからね。そうですね。ただでさえ、日本にいる友人が、フィリピンがロックダウンになったというニュースを見て、僕に送ってくれる友人もいたりですね。というのは、僕自身の通常のキャパを超えるほどの情報が来るんですけれども、その中で、帰国臨時チャーター便が出るっていう情報を見つけないと、今回帰れなかったなというのは、正直思います。そうですね。まあ、それはい。で、まあ、
情報をしっかり見つけることができて、総領事館からチャーター便で帰れるということになり、なんか軍用機でセブまで行ったんですよね。セブから今回、またはマニラから観光庁の手配で飛ぶってあったんですけど、ダボーにいた、まあ、僕としては、いや、そもそもセブにどうやって行こうっていう段階でしたので、うん、まあ、そこでダバオの領事館が軍に声かけをして国内線移動が可能になったという経緯ですね、うん、はいはい。その軍用機はどんな感じでしたか？そうですね、ちょっと楽しみなところもあったんですけど、はい、普段乗れない。そうですね、乗ってみたところですね、もう椅子なんかは、椅子ではなかったですね。椅子ではない。あ、網っていうんですか。はいはいはい。なんとなくわかる、うん。シートベルトの生地あるじゃないですか。はいはいはい。あれの網状って感じですね。網状。じゃあ座り心地とか、そんな良くない感じですよね。そうですね。あと、飛行機のボディっていうんですかね。はいはいはい、はい。がやたら薄く感じました。あ、そうですか。あ、そうなんですね。はい。新鮮だったのは、飛行機って、まあ、通常、まあ、飛行機の側面から上り下りするわけですけど。はいはいはい。そうですね。今回、軍の飛行機はですね、後ろから、うん、ガーッと開いて車が出るようなパターンがあるじゃないですか。すごい。映画みたいですね。ああいう飛行機でした。なるほど、なるほど。はい、何人ぐらいダバオからセブにはその軍用機に乗ってたんですかね。聞いた話では27人でしたね。あ、そうなんですね。あ、結構、まあまあそこそこいますよね。何かそれ以外で、座席とか飛行機のボディ以外で、これはすごいなと思ったの他にありますか？そうですね。普段おそらく軍の方は、うん、一般の人を乗せないので、いわゆるパスポートとチケットっていうんですかね、パスポートと登録者名の確認、ということが多分不慣れだったと思うんですね。なるほど。はいはい。軍の方も初めてな。そうですよね。普段の普通だったら空港会社のグランドスタッフが、まあ、チェックして、チケット発券業務になるわけですけど、今回は、軍の方が全てされていましたので、そこでちょっと手間取ってたっていうのも実際ありましたね、飛行機乗る前に。で、あとは、まあ、やはり軍も敏感になってるんでしょうけども、すごい勢いで消毒剤をかけられました。すごい勢い。はい。ゲリラ豪雨じゃないかっていうぐらいびしょびしょに。そうっすか。なるほど。それ。で、あとは、はい。まあ、我々、27人いましたけれども、はい。その、飛行機に乗るときに、仕切ってた軍の方がですね、タガログかビサヤかわからないんですが、それ、英語は喋れなくてですね。ああ。なので、飛行機の前まで行ったんですけど、はい、我々もその軍の方が英語が得意じゃなかったので、かなり困ったんですけど、一人、はいはい、若い女性の方で、ビサヤ語がペラペラな人がいたので、その方、日本語とビサヤ語、おそらくビサヤ語と思うんですけど、日本語とビサヤ語の通訳をしてくれたので、わりかしスムーズに帰れました。それは助かりましたよね。いなかったら大丈夫でしたね。はい。そっか。必ずしもね、みんなが英語喋れるわけじゃフィリピンないですからね。じゃあ、セブに行くのは結構スムーズに行きましたか？セブには、着いたのが、まず、もともとは、3月26日に、うん、ダバオを出発して、大体ただそれは当日まで何時の搭乗になるかっていうのは決めれなかったみたいで、領事館、ダバオの領事館総領事の方からも常に
メールをチェックするようにというふうにずっと朝午前中からありました。ああそうですか。でおそらく1時か2時のフライトになる、はいはい、聞いていたので、で1時2時になってもまだ連絡が来なくて大丈夫ですかと聞いていると、ええ、次は4時か5時とかになると思うって連絡が来て、ずっとチェックして、まだそれでも連絡が来なくて、最終的にですね飛行機に乗ったのが10時とかになりましたかね、夜の。あ、最初2時ぐらいって言われてたのが最終的に10時になったんですね。10時か11時ぐらいになりましたけど。うわー、それもその日のうち、その日は大変でしたね。あ、そうですね。そうですね。確か、もともとは空港にそれぞれ行ってくださいという話だったんですけれども、やはり当時、もうすでに夜の外出禁止令は出てたんです。あ、そうですね。9時以降は禁止ですからね。そうですね。なので、バラバラで空港に行かないでくれと。一度ダボの総領事館の方に集まって、うん、軍の方が向かいに来るので、みんな占って行ってくださいと。要はチェックポイントをスムーズに通過するためですね。まあそうですよね。なので、十数台連なって、空港へ向かいました。あ、そっかそっかそっか。いっぱい二十何人かいるから、まずは総領事館に集まって、はい、そこからみんなで一緒に移動して、はい、空港まで。あ、はい、それがおそらく10時半とかそれぐらいですね。うわ大変だな、2時ぐらいにと考えてたのか、夜中の10時過ぎってなった。そうです気分的なので27人全員はですね最低でもお昼1時ぐらいからずっと夜まで緊張感張り巡らせたと。そうですよね。うわ大変だな。え、じゃあセブン、はいはい、まあ、消毒であったり、搭乗手続きであったり、飛行機の前で整列したり、等々していると、うんうん、おそらくもう11時過ぎてたんじゃないかなと思いますね。ああ、なるほど。で、じゃあ、そこから、はい、そこからですもんね。セブン入っていった感じですね。セブン1時間ぐらいだから、じゃあセブンに着いたのも日付が変わるぐらいですかね。ぐらいですね。うん、セブンに着いてからはどんな感じだった、はい、セブンに到着するのもやはり軍の飛行機ですので、軍専用、まあ、エアフォートっていうんですかね。あ、そっか、ところに着地して、そしたら後ろ当然さっき言ったように飛行機の後ろからガーッと入って、まさに映画みたいです、ね、はいはい、映画みたいみんなバーッと降りていって、そしたらもう車が待機してくれてましたので。ああ、そうですか。でそこに、まあ、分散して乗ったんですけれども、ただ当初の予定としては私は、翌日26日にセブンに入って翌日27日に、日本に帰る予定だったんですが、はい、軍の飛行機が他の、医療品を輸送してた関係でやはり先ほど言ったように、うん、遅れてしまったがゆえに、20の搭乗に間に合わない、まあ、チケット購入等々したりするの関係で間に合わないということで、3月28日も臨時便出るということなので、そっちに、回されました。じゃあ、27日に誰が乗ったのかっていうと、フィリピン国籍の方ですね。あ、そうです。8日から日本に入れませんでしたので、あ、この方たちは優先的に27日に乗るという形で、なるほど、領事館の方が組まれたので日本国籍のものは18日に回ったという感じですね、うん、あ、じゃあそんなフィリピン人の人で日本にそのセブからのチャーター便で行く人がいたってことですか、27日に。そうですね。うーん、ダバオの方に、フィリピン人で日本に留学してるフィリピン人がダバオに、まあ、帰省していて、彼が日本に帰、まあ、勉強のため、日本に戻るんですけれども、彼なんかはおそらく27で乗っていったんじゃないかな、はいはいはい、なるほど、はい、あ、そうだったんですね。
セブはじゃあホテル泊まって翌日朝とかゆっくりできたんですか？そうですね、僕はゆっくりできましたね。ただ我々フィリピンダバオ組の、まあ、リーダーの方は、ええ、あの寝てなかったですね。どういうことかっていうと、ええ、26日に、はい、セブに入ってホテルにチェックインしたのが大体1時半ぐらいでした、うん、はいはい、深夜1時半ですね、ええ、そして27日に日本に行く組は、うん、朝5時から空港のカウンターでチケットを買いますので、ほうほうほう、それで8時のフライトに乗るという段取りでしたので、お、ダバオの我々27人のリーダーの方はもう朝5時のチケット売り場まで一緒に同行してました。あ、大変ですね。まあ、ただリーダーでも日本人だからその後の便で行ったわけですよね。そういうことです。なのでその後ホテルに帰ってきて、はいはい、で朝食をとって次朝9時半から28日に帰る人のチケットを、うん、次は、フィリピン航空の支店に買いに行くことになってます。ああ、そっか。はいはい。リーダーはほとんど休む間もなく次は28日組の引率に入ってました。あ、なるほど。それは全員で買いに行ったんですか？ 28 人に乗る日本人で。そこはですね、空港チケット売り場の方、支店の方からも、大人数で来ないでほしいと。やっぱそうですね。はい、要は、日本でもありますけど、密集した環境を作らないでほしい、うん。はいはいはい。指示が出ましたので、家族の方、代表者1名。というような、まあ、ルールのもと、なるほど、ね。代表者の集まりで買いに行った感じですね。あ、なるほど、そうですね。はい。そして、セブのフィリピン航空の支店についても、うん、バスで待機しながら3人ずつ降りて買いに行く。で、1人購入したら戻ってきて1人降りていくっていう。おお、じゃあ結構時間かかったんじゃないですか？かかりましたね。で、セブも、セブは外出禁止みたいな感じにその時はなってたんでしたっけ？その時はそうですね、もうすでに軍も動いていて、うん、もうすでにチェックポイントも置かれてるので、はいはい、特に我々日本人で、まあ、大体10人弱ですかね、バスに乗って、行って、チケットを買いに行く予定だったんですけど、もしチェックポイントで止められて、うんうん、我々の状況を調べられて、熱がある云々とかなって時間もかかるとチケット買えないとかにもなりますので、もう事前にセブの日本人会の方が手配して、お、軍、警察ですかね、警察の先導をこうチケット買いに行く、取ってくれましたので。なるほどなるほど。なのでスムーズにチェックポイントは通過。あ、なるほどなるほど。はい、あそこはセブの日本人会の人がやってくれてたんですね。そうですね、セブの日本人会の方が現地の支店で待機してくれていて、その旅行会社の方が、まあ、一緒に同乗してくれて、うん、チケット売り場まで行ったという。なるほどな。旅行会社のバスで移動した感じです。あ、そうなんですね。はいはいはい。まあ、そこでも27日に日本に帰る、うん、その我々がチケットを買いに行く日の5時の便で、あ、朝5時の段階で、一人男性がですね、うん、目が赤いから乗れないという事件が発生しまして。目が赤いから乗れない。はい。はいはい、どうやらセブ州のルールなのかわからないんですけど、ええ、その、まあ、27日の朝1時半にホテルに着いて、うん、5時、にホテル出発でしたので、おそらく体調および何か目が充血していたようなので、断られ、急遽だから28日に振り返られたんですね。あ、なるほど、ただほぼ満席状態だったので、ちょっと
チケットの手配っていうのでごたついてたんですけど、はいはい、旅行会社の方とセブ日本人会の方が頑張ってくれ、頑張って交渉してくれて、うん、無事全員チケットを購入できたという経緯がありました。あ、そういう事件もあったんですね。じゃあセブでは結構長い時間滞在してたことになりますけど、食事はどうしてたんですか？そうですね、中1日セブで滞在しましたので、うんうんうん、で、到着した時もお腹空いてた、みんな空いてたと思うんですけれども、ね、もうすべて閉まったので、閉まってるというか、ルームサービスも終わってましたので、もう何もみんな食べずに翌日迎えたと思うんですね。それで、幸いホテルは朝食付きでしたので、朝食べに行ったらですね、普段バイキングだと思うんですけれども、そうですよね、ホテルは大体バイキングですよね。でその時はですね、みんな席を離されました、うん、おお、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスで一人一席みたいな勢いでしたね。あ、そうですか。まあ家族の方は二人です、まあね、まあ、ありましたけど、あ、そっか、みんなで一緒じゃなくても一テーブルに一人なんですね。そうですね、で僕はそこに案内されて、バイキングのつもりでいたんですけど、なんかメニュー表を渡されまして、ブレッド、ジュース。で、そこで自分が選んで、ウェイターに言って、ウェイターが入れて持ってくるっていう。お、その、なるほどな、バイキングのとこまで行って、ウェイターが入れて持ってくるんですね。はぁ、ね。バイキングになると、ソーシャルディスタンスをキープできませんので。そうですよね。なんか、はい、日本でもサラダバーとかが禁止というか、レストランによってはなくなってるとかニュースで見ましたけど、じゃあセブでもそうなんですね。そういう形取られていて、あとお昼なんか、フードパンダはまだギリギリ走っていましたので、おお、はいはい、まあそういう、グラブとかフードパンダを利用している方もいましたし、まあ、僕なんかはホテルに併設しているカフェがテイクアウトのみ、稼働してましたので、コーヒーとパンとあったりして、ただ、お店の方にも言われたんですけど、外に、椅子とテーブルがあるんですけど、そこに座って食べると捕まるよという話は。捕まる。されて、注意、おそらく捕まると思うんですけど、テイクアウトに許されている環境なので。そうだ、そうだ。こっちもダバー思いますそうです。うん、僕が、外に、買って外で座って飲んで食べてってなってると、多分、おそらくお店も注意入ると思いますし、うん、僕も多分、どこか連れてかれるかもしれないですね。ああ、そうですね。なるほど、なるほど。そういう環境でしたね。なるほど。まあ、なんとか、じゃあ食べることはできたんですね。なんとか、それで過ごすことはできて。なるほど。あとは、夜は食べませんでした。それは食べるのが難しかったからということですか？まあそれもありますし、やっぱり緊張感が常に張り巡らされてると、あまりお腹空かないっていうのは食欲が湧かなかったですね。だみんなやっぱりお腹空いてるのか空いてないのかっていう感じでは皆さんあったと思います。あ、そうですか。はい、緊張感がねあって。そうですね。なるほど、わかりました。ちょっと話戻りますけど、ダバオの領事館から健康許可証を取ってくれというふうに事前に言われていましたので。あ、健康許可証を取ってくれと、うん、そうですね、熱がない、血圧等々ですね、はいはい、それは26日の、午前10時にダバオの領事館で出張のお医者さんが来て、緊急の健康診断書を作った、そしてそれを見に行った、で、セブのうん、空港に入るときに健康診断書が必要な可能性があるというふうに、指示されてましたので、はい、結果的に、見せないと乗れないということはなかったんですけれども、それほど緊張感のある中でしたね。なるほど、なるほど。なるほど。で、セブから、じゃあ、飛行機に乗って、日本に帰って、
まあ、それは満席だったんですかね。そうですね。そうですね。うん、はい。で、そのチャーター便は、まあ、普通の飛行機とそんなに国際線と変わらない感じですか。普段乗ってるような。そうですね。普段乗る形と、変わりなかったですね。あれ、フィリピン航空でしたっけ。そうです。フィリピン航空。うん。あ、じゃあご飯も。なので、添乗員の方もいましたし。あはは。機内食等々もありました。なるほど、なるほど。じゃあ、日本には無事着いて、じゃあ、日本に成田ですよね、着いたのは。着いたの成田ですね。はい。成田着いてからの様子はどんな感じでしたか。着いたらですね、いつもは、まあ、体温チェックの検疫通るぐらいですけれど、うん、今回はですね、一人一人に紙を渡されて、はいはい、どこに滞在するのか、うん、ということと、あとは2週間の自主隔離ですね、うんうんうん、まあ、厳密にはもう外出しないでくださいと明記されてました。あ、なるほど。はい、あとは公共の交通機関を使わないように、まあ、控えてください、うん、表現ですね、はいはい、ええ、まあ、高速力で行くと、まあ、控えてくださいなので、ええ、まあ、自身それぞれの判断に委ねられますよね、うん、それが主な、うん、項目で、まあ、そこにサインして、うんうんうん、出ていくっていう感じでしたね。なるほど。普段そういうチェックはないので。ええ。はい。そうですね。はい。じゃあ、その2週間の隔離っていうのは自宅でいいってことですよね。そうですね。うん。ええ。日本に着いて、日本の様子はどんな感じですか？コロナウイルスに関しては。そうですね。やっぱりダーマを、のあの厳しさの中から、うん、日本に入った時に、ええ、あまり自由感があってですねはい、はい、すごい外に出れる好きなところに行けるっていうのってすごく実はありがたいことなんだなって思いましたね。あ、例えばマスクしないで外歩ける環境、同じ世界で発生していることなのに国が違うだけでマスクなしで歩ける場所もあれば、うん、はいはいはい、なるほど。たやチェックポイントがあってマスクしてないと、うん、止められる国もある、ね、まあ、逆カルチャーショックを受けた感じでした、日本に着いた瞬間。ああ、そっか。まあ、はい、日本はもともとマスクしてる人多いですけど、まあでもみんながみんな今、まあ、つけなくちゃいけないってこともないですもんね。まあ勧められてはいても。そうですね、マスクつけてないと警察に止められるという状況ではないないですもんね。うん、まあ、でも日本もマスクは売り切れ品切れですよね。どこも大体、どこも大体まだ入荷されてないですね。うん、まあ、フィリピンなんかは最近は外を車で走ると手製の手作りのマスクをいっぱい下げて売ってる人はいますけどだちょうど僕が帰る28日の朝に旅行会社の方が来てくれてたので、うん、一緒に空港まで行ってくれたので、はいはい、まあ、その道中にセブンの状況を聞いていると、ええ、もうすでにロックダウンというか全ての公共交通機関止められてると思うんですけれども、うん、はいはい、の午前中に旅行会社の方に聞いていると、その方は28日の段階でジープにいつも乗って出勤らしいんですが、うん、もうすでに3、4回、まあ、15分ぐらい乗れなかったのでやむなくタクシーに乗ったという話をして、で、そのついでなんですけど、もう間もなくジープも走らなくなるのでって話で、うんうん、ということは出勤どうやってするんですかってことで、ね、うんうん、出勤できなくなりますので、おそらく休みになります。なるほど、なるほど。ということもあるので、はい、もう皆さんの帰国に関してお手伝いできなくなります。うん、ああ、そっかそっか。そうですよね。こうやって見送りに行くことができませんので、うん、っていうことです。あ、じゃあ本当ギリギリだったんですね、前回帰れた人たちは。うん、はい。なるほど。
そういう状況、そういう話もやっぱり緊張感あるなと思ってたので、うん、まあ、そこから日本について成田空港を見ると結構人、うん、まあ、少ないとは、いつもより少ないとは思いますけれども、わりかし人は、ね、たくさん歩いてたかなとは思います。あ、そうですか。はい。まあ、ちなみにダバオ市ももう、まあ、ちなみにジープ走らなくなるんですよね、もうすぐ。おお。もう一部の人の、政府の人のためとか、一部の、どうしても働かなくちゃいけない重要なセクション以外の人のためには、ためだけにしか走らない。おー。なかなか厳しくなりますね。そうですね。もちろん日本では許可証はいらないですし、うん、そうですね、もちろん外出禁止令も、うん、ちょっとやっぱりほんの数日前までは外に出ることが危ない状況だったんですけど、まあ危ないというか緊張感ある状況がガラッと自由になって、うん、なんかすごいこうやはりカルチャーショックに近いものがありますね。そうですね。まあ日本も特に東京は最近感染者増えてるみたいですよね。そうですね。今日も90人ほど感染者出てましたし、じゃあ2週間隔離っていうことですけど、でも竹村さんは一人暮らしで食べるものとかどうしてるんですか？ですね、偶然家に、まあ、パスタとか、はいはいはい、まあ、乾物系があったので、うん、なんとかそれを食べたり、あと米もあったの、あるので、で、あとはまあそういう、まあ、おかずというか、そういうところは知り合いが昨日なんかも、缶詰とか、まあ、レトルトカレーとかですね、まあ、かけるものを、はいはい、連絡くれて、いっぱい置いとくので、なるほど、あと20分後ぐらいに家の前に置いとくので引き上げてください。すごい優しいですね。いいですね。でもあれですね、いやちょっとせっかくなんで会いたいと、うん、できればと思うけども、まあ、自主隔離中なので、そうですね、14日間空けたらまたよろしくお願いします、返信で、あ、なるほどなるほど、まあ、それはまあそういう感じで、あとはまあ僕の両親の方からも信じて送ってくれて、まあやっぱり荷物受け取る時ですね、一番ちょっと近づかないといけないんですけど、まあまあ、まあ気をつけていればというか。で、あとはよく窓を開けて、うん、すいません、ちょっと今、両手離せないんです、下に置いておいてくださいみたいな。あ、なるほど、なるほど、それいいですね。そういう感じで、もう極力接触しないってことに努めてます。ああ、それがいいですね。まあでも今のところ、症状とか特に、そうですね。ね、なければ。うん、まあ、やっぱり潜伏が長いっていうのもあるので、まあ、その様子も見ながら、うんうん、接触しないで起きながらという日々を今は過ごしてます。お疲れ様です。わかりました。じゃあ、引き続きお気をつけて、日本の方が感染しやすいかもしれないですからね、外でやってるから。そうなんですね。やっぱりスーパーなんかも、自分たちでも、意識していかないとソーシャルディスタンス取れないので、うん、あ、そっかそっか、わかりました。じゃあダバオからセブ経由で日本に帰るという臨場感がある話が聞いて、はい、よかったです。経験者しかわからないですからね。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまたもし日本の状況とかこっちの状況でこうやってオンラインで情報交換する必要がまたあるようでしたら動画にして発信していければと思うんで、またその時は、ね、よろしくお願いします。まあ、例えばあれですよね、クリピーナと離れ離れなんてどうですかとか。あ、それ面白いですね。そうですね。その恋愛系のね、そっちの遠距離、そうですね、あ、それはそれでまたフィリピン多分情報チャンネルなので情報としてできればと思います。じゃあ、そうですね、まあ、とりあえず動画
これで終わりにしようと思いますんで、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。